こんばんは、さかりょうです。12月になりました。毎月恒例のサニー手帳に暦生活のシールを貼っていきます。で、今日は前半これをやって、後半は購入品紹介をしたいと思います。で、もうね、シールが残り少なくなってきました。はい、一応1年間で使い切るはずなんですけど、貼っていきますね。で、12月3日までは先月貼ったので、12月4日から貼っていきます。まずは月の満ち欠け。はい、ちょうど1週間前でしたかね、満月。すごい最初月が大きくってびっくりしました。2023年の12月5日が下限の月ですね。そう、もうなんか2024年の手帳の話をしたりしてるから、なんか年号がわからなくなっちゃう。はい、下限、違う5日でした、4日じゃない。はい、これはマスキングテープ素材なので剥がせます、大丈夫です。はい、そして12月13日が新月。なんだけど、なんかあまりそうですね。なぜでしょうか余るのか。はい、そして12月20日が上限。27日が満月ですね。そう、この前の満月すごい、仕事から帰ってて、なんか、車の運転してたんですけど、何あれって最初思ってびっくりしました。だんだんね、帰りながらだんだんこう登っていって小さくなっていったんですけどね、ちょっとびっくりしました。ということで、そこまでだよね。うん、次の加減は1月4日で、12月31日日曜日でちょうど終わるので、もう次の月はないので、はい、ここで終わりです。余っちゃいましたね。なんででしょう。まあそんなもんなのかな。はい、ということで月の満ち欠けは以上です。次は二十四節気と五節句ですね。はい、二十四節気、2023年12月7日が大雪。12月7日が大雪。あれ、どこに貼ろうかな。ここに貼りましょうかね。はい、大雪は本格的な冬が到来する頃、雪が降る中、動物は冬ごもりを始めますということで、このね、カレンダーに書いてある文字を見るだけで寒くなっちゃう。はい、そして12月22日が冬至ですね。冬至かーって感じですね。あれ境目が見えない。こういう形だったんだ。はい、どこにあるかな。ここでいいかな。はい、冬至はまあメジャーですね。1年で最も昼が短く夜が長いということで、かぼちゃを食べて柚子湯に入り健康を願いますということで、はい、そしてもう一つあるね。もう一つあるけど、土用の牛。土用の牛は12月はない、1月もない。うん、これは余っちゃいましたね。はい、ということで、二十四節気でした。五節句はないですね。はい、うん、奇数1357 9ですからね、五節句はね。はい、次は七十二候ですね。はい、
これもなんか寒い感じがしますが、2023年12月2日の立花初めて黄ばむはもう先月貼りました。で、12月7日、なんていうもんだこれ。空寒く冬となる。空寒く冬となる。はい。何日でしたっけ？12月7日ですね。はい。7日が大雪と空寒く冬となる。なのね。はい。そして、12月12日が、熊穴にこもる。そうなんだ。その頃、12月12日頃に、熊が冬眠に入っていくはずなんですね。でも最近どうなんですか？あのね、熊が出るニュースをよくね、見聞きしますけど。そして12月17日が、なんて読むんだこれ。サバシ、ん？違う。酒の鵜を群がる。酒の鵜を群がる。酒が群れをなし、川へ遡っていく頃。あ、今頃なんですね。そうなんだ。12月17日。この辺に貼っときましょう。はい。そして12月22日。12月22日がナツカレクサ小図。ナツカレクサが芽を出す頃。冬に芽を出して夏に枯れます。そんな花、草花なのかな。はい。夏枯れ草小図が12月22日。はい。そして、最後。沢鹿角おつる。沢鹿角おつる。読み方がわかんないな。これは12月27日。ですね。はい。これは大鹿の角が抜け落ちる頃。大鹿はトナカイの一種です。トナカイ、うん。あの角が抜け落ちるってすごいですよね。インパクトが。はい。これで全部終わりですね。12月27日で、はい、2日が立花初めて黄ばむ、7日が空寒く冬となる、空寒く冬となる、で12日が熊穴にこもる、22日が夏枯れ草小図、そして27日が、あ違う、その前に12月17日が酒の鵜を群がる、そして22日が夏枯れ草小図、27日が沢鹿角おつるですね。はい。ということで七十二候はすべて貼り終えました。はい。次は開運です。はい。開運。まず、2023年の天赦日はもう終わってるのでないですね。10月17日が最後でした。一粒万倍日を貼っていきましょう。はい。一粒万倍日。2023年12月5日からですね。5日。さあ、どこに貼ろうか。ここでいいかな。5日と6日。6日。どこに貼るか悩ましいな。こ
ここにしようか。そして7日、7日はいっぱいだね。8日、5、6、7、8って連続なんだ。8日はどこに貼ろうか。バランスが8日ここでいいか。はい。で次が19日、そして20日、19、20って連続ですね。最後が31日。はい、でこれで終わりです。で次が2024年の1月1日も一粒万倍日なので311って連続ですね。はい、5678って4日間も続くんだ、一粒万倍日。なるほど。はい、ちょっと余りましたね。はい、新しいことを始めた日に貼るシールを貼っていませんが、はい、とりあえず終わりましょう。一粒万倍日でした。次は金運です。はい、金運はまず巳の日が12月1日は張ってます。次が12月13日巳の日、13日、どこに貼ろうかな。ここでいいかな。はい、そして12月25日クリスマスは巳の日。巳の日はまあ蛇が縁起がいいということで金運、財運に縁起のいい日となっています。はい、で以上ですね。余りましたね。で土のと巳の日、さらにその巳の日の中でも特に縁起がいい日が、12月はありません。はい、あまりだね。で次が虎の日、宝くじの購入とか旅行の出発日にするといいって言われてる日ですね。まず12月10日この週はなんか多いですね。はい、そして12月22日あれ私冬至を21日に貼っているわ。見ていた皆さんあれあれと思いましたね。はい、そして虎の日でしたね。もうここに貼っちゃいましょう。はい、あ、映ってなかった、ごめんなさい。はい、ここに貼りました。これで終わりですね。あと給料日が12月は15日金曜日です。はい、そっか、ずっとあれですね、月の満ち欠けとか映ってなかったですね、ごめんなさい。後でちょっとおさらいします。はい、以上です。金運は、はい、そして次が大安と雑節ですね。まず大安を貼りましょう。2023年12月2日はもう貼ってますので、次が8日、
はい、とっても賑やかなページになりましたね。ここはここでいいか。はい、そして12月13日、12月19日、12月25日、12月31日、はい、以上が大安ですね。そして雑雪、12月は13日が正月こと始め、13日が正月こと始めだそうですよ。その名前の通りなんですけど、お正月を迎える準備を始める日ですね。すす払いとか松迎えなどの習わしがありますということで、12月13日あたりから、お正月の準備をするっていうのが、昔から伝わっている雑説ですね。はい、でこれで貼り終わりました。大安ちょっと余りましたね。はい、で最後が祝日と行事です。が、12月は祝日はないですね、残念ながら。行事は12月25日がクリスマス。早いですね。なんかこの前ハロウィンだったような気がするんですが、はい、クリスマスはここに貼ろうか。そして12月31日が大晦日ですね。早いなぁ。はい、これで祝日と行事は終わりました。振り替え休日が1枚余っていますが、はい、2023年1月2日多分貼ってたはず。はい、ということでちょっと復習していきましょう。はい、12月4日からの週ですね。5日が下弦の月と一粒万倍日、6日一粒万倍日、7日空寒く冬となるでしたっけ、で大雪一粒万倍日、12月8日が一粒万倍日と大安重なってるんですね、縁起のいい日がね。12月10日が虎の日、12月12日が熊穴にこもるでしたっけ、13日が新月、大安、正月こと始め、巳の日なので巳の日と大安が重なっていますね。15日は私の給料日、17日が酒の群れる、なんかそういうのでしたね、はい、酒が川を昇る頃、12月19日が大安と一粒万倍日で重なっています。12月20日が上弦の月と一粒万倍日、22日が冬至で夏枯れ草生ず、そして虎の日、12月25日はクリスマスで大安で巳の日重なっています。12月27日が満月と鹿の角が落ちる日でした。はい。そして12月31日が大晦日で
大安で虎の日、ここも重なっていますね。あ、虎の日じゃないや、これ一粒万倍日か。はい、大安と一粒万倍日、縁起のいい日が重なっています。一年の終わりにいいですね、縁起がいいということで。はい、でこれで暦生活のシールを貼り終えました。はい、ずっとねここに貼ってたんですけど、先月からいろんなところに貼るようにしたのは、まあ上の方がね盛り上がってきてしまったからなんですけれども、はい、こんな感じで貼っています。結構ねやっぱり一つの日に偏ってることが多いかな。13日は4枚貼ってますね。あとここは3枚、ここも3枚ですね。うん、そんな感じで、はい。で、来年ねどうするかちょっと悩んでいます。この暦生活のシールまだね変えてないんですよ。なので手に入ればやる、もちろんやると思うんですけど、手に入らなかった時にはまあもう諦めてやらないかなっていう感じですね。はい、で手帳も変わるのでねちょっと、はい、悩んでいるんですけれども、まあワンポイントとしてね可愛いので、はい、手に入れられたらやろうと思います。はい、でここまでがサニー手帳のセットアップ、暦生活のシールを貼っていくという作業でした。で、ちょっとここでね訂正とお詫びなんですけど、はい、こちらピーターラビットの5年日記動画でご紹介しました。でその時に試し書きをしましたよね。どこのページだったっけ、ここでした。はい、試し書きをしまして、これでねユニボール1の 0.5 のブルーブラックって言って書いて、まあ乾きが遅いですみたいな話もしたんですけれども、本当に後になってというかね、気づいたのが12月2日なんですけど、これユニボール1の 0.5 のブルーブラック入ってないよねっていうことにハッて気づいて、確かこれを買った時に動画を撮りながら違うインクを入れたはずと思って自分の動画をもう一回見直したところ、サラサの 0.5 ブルーブラックを入れていました。はい、入れ替えてね、別のやつから。なのでユニボール1の 0.5 のブルーブラックが入っているのはこっちです。はい、なのでこれはちょっとね取り消し線を引いてこっちにね、はい、これでサラサの 0.5 のブルーブラックで書いて、こっちユニボール1の 0.5 のブルーブラックでもう一回書き直しました。で、サラサのこれねユニボール1が乾きが遅いって書きましたけど、実際はサラサの 0.5 のブルーブラックが乾きが遅いです。はい、でユニボール1の 0.5 ブルーブラックは特にその乾きが遅いということはありませんでした。これで押さえた時にもサラサはこっちの紙に移りましたけど、ユニボール1は移っていませんということで、ごめんねユニボール1 はい、そして裏移り具合ですが、そこまでねそこまで気にはなりません、どちらもね、うん、どちらも気にならないんだけど、まあサラサの 0.5 は使うと乾きが遅いからちょっとやめた方がいいかなというのは分かりました。ということで大変申し訳ありませんでした。気づいて早いうちにね、気づいてよかったです。もうなんで気づいたかってきっかけは全くないです。ふって本当にあれってもう特にこれをめくってたとかいうわけでもなく、ふっと降りてきて、私確かこれ違ったと思って、はい、まあ動画に撮ってたのでね、その交換するところをよかったんですけれども、もう覚えていられないんだなということに気づきましたので、ちょっとねラベルを作りました。はい、こちらね
見えますか？フォメモで作ったんですけど、このユニボール 1P のヨーグルトにはサラサのブルーブラック 0.5 が入っている。で、こっちのユニボール 1P コーヒーにはユニボール1ブルーブラックの 0.5 が入っている。で、あと他に入れ替えたものとして、サラサクリップにはエナジュルインフリーのブルーブラック 0.5 が入っていて、無印良品のノック式ボールペンにはユニボール1のブラックの 0.5 が入っているということでね、もう覚えていられないので、はい、フォーメモでこの作って一覧をね。で、これはセリアで買ったあのマスキングテープとかを貼るボードですね。はい、これにちょうどいいサイズだったのでこれに貼りました。はい、で、まあこれはこの穴が開いてるのでちょっと壁にねかけてもいいかなと思ったんですけど、とりあえずこのなんでもメモとバレットジャーナルを挟んでるやつに入れておきます。はい、ということで、訂正とお詫びでした。はい、後半は購入品の紹介をします。セリアで買ったものです。まずはなんか最近流行ってるこのフレークシール、フレークスティッカーですね。こういう風にマスキングテープをカットしたようなデザインになっていまして、今ね、なんかあの切ったを貼るなんか競技みたいなのが流行ってるみたいで、ちょっとねこれでもね、なかなか見つけられなくって、やっとありました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10種類のデザインがそれぞれ3枚ずつ30枚入って110円ですね。で、こっちがピンク系で、こっちがブルー系です。はい、ピンクレースとブルーレースって書いてあります。で、私フレークシールって言ったらなんだっけ、あのまあそういうこういう例えば花とかのその形とか、あとは四角いデコ用のみたいな、そういうのは見かけたことがあったんですけど、この切ったみたいなねやつ見たことなくって、で買ってる方が何人もいらっしゃったので探して、まずここが剥がせないっていうね。なんですけど、これってどうやって、そもそもどっちが裏でどっちが表なんだっていう話なんですけど、ちょっと貼ってみよう。さっきのこの裏に、これってどっちが、これ難しいよね。どっちが表なんですか？すぐに剥がせるものなんだろうか。人のこと言えない。私も大概不器用だもんな。そもそもね、どっちなんだこれ。こっちが表っぽいけど、これ難しいな。なんか角をダメにしそう。なんかできそうなんだけどできそうなんだけどできない。いや、これ難易度高い。なんか両方にマスキングテープを貼ってこうやれば剥がしやすいですよって教えてもらったんだけどなんとか自分の指だけでなんとかならないのかな。皆さん指でやってましたね。あ、いけた。はあ、これは難しいわ。難しいよこれ。まっすぐ貼れてないし。そして剥がしたやつはどこに行った？ここか
難しいね。どっちが、こっちだね。こっちの金ピカの方が表でしょ。みんなこれどうやって、なんだっけ、その切ったはあの台紙に貼ったまんま剥がせばやりやすいって書いてあったけどこれはどうしたらいいの？これはひどい。どうしたらいいんだこれ。さっきはなんでできたんだろう。できたって言ってもだいぶ時間がかかってたけど、諦めるのか私。だってそもそもさっきのほら暦生活のシールだって境目が分からなくて剥がすのに苦労してた人だから、私はなんかこの触りすぎてこのキラキラが手に移りそう。できた？できた。できたかどうかも分かりづらいというね。まっすぐ貼れてないけどお許しください。あと1枚ぐらいいっとく？これはいいとして、これもこれ一緒だよね。あと1枚ぐらい。これこっちだね。いや、どう？何もね、この2枚でコツをつかんでいないからこれはマスキングテープの力を借りないとダメなのだろうか。多分このピンセット使ってもダメだよね。ダメだよね、多分ダメだと思う。うん、無理。ここにこう置いたら取れるかな。いや、逆に難しい。あ、いけた。さっきよりかは早くできた気がするけど、はい、こんな感じで綺麗ですね綺麗だけど難しい。これは難しいな。はい、ということで、これはどこが出してるの？ガイアさんか。ガイアさんのフレークシール、フレークスティッカークリアフレークシールですね。ピンクレースとブルーレースということで、綺麗ですね。はい、綺麗だけど、あのこういうのどうやってな、あの何に使うんですかね。この回収するのもちょっと大変だよ。もうこれさ、時間があるときにこうやってこういうのとか、あの剥離紙とかに貼ってた方が早くない？これだったら、この貼った状態だったら多分ほら剥がせるんだよ。ちょっとここやりすぎて曲がっちゃってるじゃんね、なんかこの状態でいるより、よいしょ、取れないね。もうこうやって時間のある時に剥がしておいた方がいいような気がしますが、どうですか？静電気でくっついてくるとりあえずここにしまいますけど、はい、まあでもね、30枚も入って110円って本当にね、あの
すごいですね。はい。ということで、はい、皆さんもね、ぜひこれ買ってやってみてください。はい。で、次がこちらこうか。はい、クラフトハサミのギザギザタイプとモコモコタイプ、これが110円ですよ。1個売ってました。紙専用ってことで、で、注意事項、薄紙をカットするものです。針金、プラスチック、厚紙などは切らないでください。キャッシュカード、クレジットカード、 CD などは切ることができませんというふうに書いてあります。これ作ってるのは KSC LTD って書いてあるけど、はい、ちょっとやってみましょう。私実はこういうクラフトハサミ持ってないんですよ。買ったことないので、紙をギザギザに切りたいときは裁縫で使うピンキングバサミ、あれでやってるんですけど、おお、なんか、はい、まずこれはギザギザタイプ、音がするね、すごいね。確かピンキングハサミはそんな音はしなかったような気がします。はい、これはモコモコタイプということで、どう違うか、こんな感じ、こんな感じですね。はい、ちょっと切ってみましょうか。軽いです。普通のハサミと比べたらかなり軽いですね。はい、これは、はい、フェリシモでもらった千代紙メモブックというやつですね。まずギザギザタイプで切ってみます。こう、なんて言うんだろう、はい、こうすごく噛み合わせで音がするじゃないですか。だから切る時も割と、なんかこう、なんて言うんだろう、難しいな表現が、なんて言ったらいいのかな、この辺から切らないといけない、なんて表現したらいいんだろう。油を刺したいかな、刃のところにっていう、はい、感じです。まあでも綺麗にね、ギザギザに切れてます。はい、クラフトハサミってね、結構そんな100円で買えるものではないですよね。次はなみなみじゃない、もこもこかなみなみじゃない、もこもこやってみよう。はい、これもちょっと油を刺したい気分ですね。最後は切れなかった。はい、もう一回いこう。この辺から、ちょっとギザギザに比べたら切りにくいかも、この、形のせいかな。はい、わかりますか、こんな感じ。で、こっちがギザギザ。でもモコモコはこれだと逆だよね。逆こうなのか。
私が逆に持ったからおかしかった？いや、一緒だよね。どっち側で、ん？私今何をどうしたいんだろうか。もう一回やってみよう。この絵が描いてある方をこちら側、自分側というか向けて、やりますけど、まあこっち側がこうモコモコになりますよね。で、逆にこっちで切ったらどうなる？あ、こっちで切ったらこっちこうなりますね。ってことはこの絵の方を外側に向けるんだ。なるほど。じゃあこれもそういうことか。あ、そしたらね、さっきよりかは切りやすい。なるほど。はい。書いてあるのかな、もしかして。特に書いてない。書いてないから、このギザギザとモコモコが書いてある方を外側に向けて切るってことね。ハサミってそうなんだっけ？まあいいや。はい、ということが分かりました。はい、ということで、クラフトハサミ、ギザギザタイプとモコモコタイプですね。はい、110円ってすごいね、これがね。はい、買ってみましたね。デコとかしないのになんで買うんでしょうか、なんですけど、ちょっとね、こういうの本当持ってなかったので、110円だったらね、まあ使えなくてもあれかなと思って、で最悪も使えない時には職場に持っていこうと思いまして、はい、買ってみました。今日はなんか、はい、こんなしてね、残骸ができていますが、はい。なので、まあこういうの、使ってみたいけど自分どうかな、使えるかなっていう方は、お試しでね、このセリアのものを買ってみて、で、まあ楽しい、もうちょっといいものが欲しいと思ったらね、文具店とかでいいものをね、買ってみたらいかがでしょうか、ということで。はい、次はこちら、めくれるフォトスタンドにもなるアルバムということで、2L 版が30ポケットで、これはダイソーにも同じようなのがあったんですけど、まあ、セリアに行ったのでね、セリアで買いました。はい、あ、こうやって台紙が入っているので、ここから上からね、写真を入れてっていうことができるんですけど、私はあのポストカードをね、入れようと思っています。ポストカードがちょっと溜まってきたので、これを入れつつ、ここに書いてあるんだけど、表紙を開いて裏に回して、こうですね、裏に回して、で、突起部分を差し込みます。ここに切れ目があるので、ここにこれを差し込むってことね。っていうことは、これをこっちに折らないといけない。ここにこんな風に、よいしょ、差し込んで止めると、こんな風に、まあ、立てて、で、まあ、めくって好きなポストカードを飾るみたいなね、
で今日はこれ、次の日はまあこれにしようかなみたいなことができるんだと思いますが、ちょっとここが動きが悪いね。はい、このリングがちょっとまっすぐじゃないのかな。はい、まあそこら辺が100均クオリティだと思いますけど、はい、そんな感じでこれは使える。でこういう風に止めて、まあね、収納しておくこともできます。そんなに分厚くはないです。何も入っていない状態だと。はい、この台紙がクラフト系の色のもありましたけど、私は黒にしました。ということで、フォトスタンドにもなるアルバムでした。はい、次がこちら。この前もね、そういうの買いましたけど、撮影用の背景シート。この前買ったのはフォトジェニックシートっていうのでしたけど、これはね、この前買ったフォトジェニックシートは、なんかあのぬいぐるみ、手作りのぬいぐるみとかの部品、洋服とか目とか、あのそもそもその人形とか、そういうのが置いてあるところに売ってましたが、これは梱包資材ですね。あのプチプチとかクッション入り封筒とか、そういうのが置いてある売り場にありました。 A4 サイズが8枚入っているということなんですが、はい、ちょっと見てみましょう。一応こういう柄が入っています。こっちの方が分かりやすいかな。はい、ま、アクセサリーとかを置いて取る。結局なんだっけ、その梱包資材のところって、ま、いわゆるなんか出品とかするためのこう資材とかもね、置いてあって、例えば面白いなと思ったのは、あの人の絵が、女の人のね、イラストが書いてあって、でそこに、まあ、耳のところにピアスとかイヤリングを置いたり、髪のところにヘアアクセサリーを置いたりして、そういうのを作った人が、そうやってあの装着画みたいな感じでね、撮れるようなっていうのがあって面白いなと思いました。私あの以前ね、ビーズアクセサリーを作ってて、もう、まあ、これはブログにも書いたんですけど、自分はあんまりつけないのに、作るのがとにかく楽しくて、作りまくって、でどうすることもできないので、まあ、あのいわゆる公園とかでね、あるフリーマーケットで売ったり、インターネットでね売ったりしてたこともあるんですけど、あの時は本当こういうのないし、100円ショップでそういうなんか梱包資材とか、まあ、ビーズの材料とかさえも売ってなかったので、本当撮影用のそういうのね、とかそのフリーマーケットで売る時も、なんだっけ、リングスタンドとかね、そういうのも本当一個一個が高いんだけど、買うの大変だったなって思いました。はい、でこの前買ったフォトジェニックシートは両面でなってましたけど、これは裏は白ですね。なので8枚入っています。こういうの、ここにね、なんかこうやって置いてみるとかね。あと、ね、紙は多分わかると思いますけど、テカらないですね。マットな感じです。でね、うん、お皿、そしてこれはあのなんだっけ、あの刺繍の枠ですね。そしてこれはなんかレースとかがこう置いてある。はい、こんな感じ。はい、こちらはドライフラワーと、なんかこう木じゃない、なんだっけこれ、塔とかカゴですね。はい、そしてこれはグリーンとなんかエイジのやつが置いてあります。はい、こちらもグリーンですね。はい、でこちらが
木製のフレームとかが置いてありますね。こんな感じで、はい、撮影用の背景シートということで、ちょっと面白そうだったので買ってみました。何に使うんだいっていう感じなんですけど、まあ書写とかね置いたり、購入品、そう、私一応買ったものをその記録するために写真に撮ってるんですけど、普段はこういうところにもこうやって置いて普通に撮るんですが、こういうのにね置いて撮っても面白いですよね。もちろんもしそのいらないものとかをそのフリマアプリで売ったりする時もいいかもしれない。はい、ま、なので今後ね、ま、ブログとか X とかインスタとかでなんか私がこういう背景紙に物を置いて撮ってる写真をあげるかもしれません。これも戻せないので今戻すのやめます。はい、次が最後ですね。はい、最後はこれです。レフ版スリーウェイ縫い活って書いてあるんだけど、その縫い活のところではなくて、これも梱包資材、さっきの背景紙撮影紙のところと同じところにありました。 A4 サイズで、で3way って書いてあるんだけど、まあ、ちょっとこれも開けてみましょうか。まあ面白そうなので買いました。100均にレフ版があるんだと思って、これがシルバーだね。シルバーとこっちが白、白が2面ってなるのかな、こっちが黒でね、布張りみたいな感じですね。この素材がシルバーはまあマットな紙って感じで、白はね、そうね、なんかこれはどっちかっていうと、なんて表現したらいいかな、あのハードカバーの手帳のこう見返しの部分表紙のね、そんな感じがするし、ちょっとここがあれですね、なんか映ってしまってますね、黒がね。はい、これ自体を撮るわけじゃないから別に問題ないと思いますけど、でこれ使うときはどうするんだい、まあこうやって白を、まあ、今こう横に置いてますけど、こう立てて写すんでしょうね。ちょっと分かりにくいね。これ自体が今ライトの影にライトの影になってしまっているので、こう置けばいいのかな。これがない場合、ある場合、なんか変わりました、変わった今私の画面ではよくわからないんだけど、これも置いてみようか。変わんないね。ライトを当ててる位置がこっちだと変わる、いや変わるかな、変わりますか、ちょっと明るくなるのかな。じゃあ、まあ、ホワイトはふわっとした優しい明るさを出したいときにって書いてあります。でシルバーがシャープで明るい反射、暗い場所での撮影なのにって書いてるんだけど、シルバーちょっと分かんないですね、このね、私の今の撮影条件では。そしてブラックが輪郭を強調して立体感を出す、商品のテカリや映り込みを軽減って書いてあります。そうなんだ、
ブラックを置くとそういう効果があるんですね。ここが光ってるけど光がなくなるかな。ない場合、黒を置いた場合、わかんないね。はい、まあとりあえず面白そうだったので買ってみました。はい、いつもの写真が簡単にレベルアップということで、ぬいぐるみやグッズの撮影、フリマアプリの出品時に、ここに一応ね、まあその使い方と効果は書いてあるので、またちょっと写真を撮るときに、ね、考えます。ここに書いてありますね。対象物に反射光が当たるようにレフ板をセットします。なるほど。はい、これは株式会社元林さんですね。元林さん、この前ねちょっと調べたんですけど、最初は喫煙具、そのライターとかパイプとかそういうので創業された会社らしいです。はい、そういえばこの背景紙はどこのだ、これも元林さんですね。一緒だ。はい、こういうねものも作っていらっしゃるということで、あとそうだ、このフォトスタンドは、これはセリアとしか書いてないですね。なのでこれはセリアオリジナルっていうことでいいのかしら。でハサミの方は KSC LTD でしたよね。はい、はい、購入品以上です。はい、で今ねなんかその SNS で見かける回転印、浸透印ではなくて、その回転させていろんな模様があって、まあ、スタンプ台にねつけて押すやつなんですけど、それがセリアに売ってるって2種類ね聞いたんですけど、今のところ出会えていません。はい、まあちょっとね田舎だからね、入るのが遅いのかな、どうなのかな。ただ以前ほら流行ったじゃないですか、ガラスペンとガラスペンのインク、あれのガラスペンはないですけど、インクはね全色結構たくさん入ってました、入荷してました。あとガラスペン置く箸置きみたいなやつ、ひょうたん型のあれも置いてありました。まあもう私はね懲りたので買わないんですけど、まあ今頃入ってきたんだっては思いましたが、うん、だからまあその回転員ももしかしたらもうちょっと待てばね入ってくるのかなという感じではいます。はい、ということで今日はですね、まずこちらサニー手帳に暦生活のシールを貼っていきました。はい、それからピーターラビットの5年日記の試し書き、ちょっと訂正がありましたのでそちらを説明しました。これはブログの方にも新たにその書き直したね文の画像も添えてブログの記事にもしていますので、そちらの方もご確認いただければと思います。そして後半はセリアで購入した商品を紹介しました。はい、フレークシール貼るのに苦労しましたね。というわけで、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもいつもありがとうございます。とても励みになっています。あと私はブログ、 XQ、Twitter、Instagram、スレッズもやっています。概要欄にリンク貼っていますので、よろしければそちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた。